南海電気鉄道南海グループ南海グループは南海電気鉄道を中心とした企業グループである南海電鉄グループとも称される南海電鉄ホームページ内の南海グループ会社一覧は2018年2月時点6つのセグメントに分けて合計43社を掲載している大手私鉄グループの中では比較的再編が進んでいる関西大手私鉄グループの中で唯一 百貨店を運営する会社がない。その代わりに、高島屋と資本、業務提携をしている。よって、南海の鉄道員の西房内には、高島屋の商標が入っている。ホテル南海はこれまで、南波、堺にあったが、現在は閉館している。また、南海サウスターホテル大阪もあったが、2003年に、スイスホテル南海大阪に改称され、 ホリディン南海大阪はホテルリーバ南海と解消したがホテルリーバ震災橋に解消されている。このため関西大手私鉄グループの中で唯一都市型ホテル事業から撤退したと言える。かつては沿線でタクシー事業を運営していたが2001年3月に第一交通産業に資本を譲渡し運営から撤退した。また観光バス事業も2003年1月に クリスタル観光バスに上渡している。南海を関した企業は四国など、大阪府伊勢に点在するが、南海電鉄グループとは限らない。南海百貨店という百貨店が、かつて、大阪府高市市、千代田や愛媛県新浜市に存在したが、前社は南海本線沿線ではあったものの資本、人的関係があったかは不明で、1967年6月14日に、火事で全焼。 後者はもともと地元資本で、大英グループ入りの後、さらに大英直営となったもので、資本、人材面の関連はなかった。愛媛県内を放映エリアとする、南海放送、南海電鉄と同じ大阪市内に本社を置く、南海部品や南海科学、大阪府南部のトヨタディーラーであるトヨタ、久保グループ南海も、南海電鉄グループではない。鉄道事業、軌道事業、バス事業、 海運業貨物運送業車両整備業不動産、賃貸業不動産販売業その他ショッピングセンターの運営物品販売業物流事業その他、遊園事業旅行業ホテル、旅館業なお、南海電鉄本体が2018年5月、赤坂にカプセルホテル開業を予定している。運営はリバンプ参加企業のナインアワーズに委託する。協定施設賃貸業ビル。 管理メンテナンス業ゴルフ場の経営総裁事業ティア、墨の絵の路面電車広告その他建設業、印刷業製法、損保代理業広告代理業経理、情報処理業務代行業建設コンサルタント業、詳しくは後述する。南海電鉄グループではないものの、一部株式を保有している会社は以下の通り。かつては水間鉄道の筆頭株主でもあったが、 同社の会社構成方針請に伴い、株式をグルメキネアに売却している。ありがとうございます。